こんにちは、ちおです。なんだっけ、ストローを使うの。そう、百均さんのこの、この間使ったジャイアンタピオカの太いストロー、これダイソーさんに売ってた一番ちっちゃい細いやつ探したらこれだったんですよ。100本入りってやつで、これもうちょい入ってんのあったんですけど、なんか曲がるか曲がらないかで違うみたいです。なんか有用中曲がるの買っちゃった。で、これがあのダイソーさんがこの間新しく出した、ミニシリコンソフトモールド、パーツが作れるってやつ。これとお米粘土、ダイソーさんのです。レジンは適当に100均さんのでいきます。どんどんいくよ。まずじゃじゃん、これ透明入れる。よし、四角いところ使います。何があんだっけ、あとこれ、ああ、葉っぱとかか。ごめん、四角です。で、今日はちょっと全体的にあの、気泡をできたら残したいんですよ。何を作るにしても。かといって無理やり気泡を作るのではなく、自然と残った気泡はそのまま使いたいから、だからこのクラフトアレンジさんのレジンを私は今使っております。そんなことで言わなくてもいつも使ってんじゃんね。そう、在庫があんだよ。でもこのクラフトアレンジさんとか他のちょっと気泡が多くでき安いレジンを気泡なく作るやり方は、私はあの習得はしてない、あの教えていただいたんで、それはちょっと今度気泡を入れたくない時に試したいと思います。今ちょっと今日は気泡を入れたいんですよ。で、なんか気泡をわざと入れるやり方あるんですけど、なんか半分硬化してあの混ぜながらやるとか、なんかいろいろあるんですけど、ちょっと私そこまでの気泡はいらないですそんなにいっぱいはいらないです。はい、OK、これ終わり。四角を8個埋めました。で、この大きいストローなんだけど、この間は5センチでやったんですけど、ちょっと今日はそんなでかくなくていい。今日赤使ってみようかな。3ぐらいでいこうか。むぎゅ。もう1個欲しい。何個作ろうかな。とりあえず2個ぐらいにしとく。あ、3つやりたいな。欲張り。むぎゅ。いや、うまくできんか分かんないですよ。うまくできたらサムネに使う。今まだサムネ撮ってないですよ。ちょっと長くしよう。4センチぐらい。むぎゅ。はい、できた。で、ここでお米の粘土登場です。この間出したあの下を、あのなんだっけ、クラフト
テープ、まあいいや、あのテープでやったんですけど、あのこのタピオカストローをお姉様に送っていただいた時にこのお米の粘土が一緒に入ってたんですよ。で、あの使い方を知らず私そしたらあのこれのどうやら下に引くらしいです。麦、これでいいですか？違う？え？わかんない。やべえ、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 やべえ。わかんない。いいんだよね、今ので。今のしかやり方ないよね。丸めました。ブス？軽くか。あんまそんなやってない。すごいね、お米粘土だし。初めて触ったんだけど、超柔らかい。うちのチビがさ、あの旦那の実家に行くとこのお米粘土が山ほどあるんだけど、私触ったことないんだよね。あの向こうのお父さんと旦那が一生懸命なんかいろいろ作ってくれるから。つってもね、ひたすらなんかみんなでチビ合わせて3人で丸いの作ってんだよね。だからね、砂利みたいなやつ、あのなんだっけ、工事現場で働く車が今大好きなんで、それのトラックの荷台とかに乗せる砂利を一生懸命なんかお米粘土で作ってんの。それただそれだけだから私参加しないんですよ。もっとなんかさ、バラとかさ、なんかそういうなんつうの、芸術品でも作るんだったら参加してもいいんだけどさ、みんなでひたすら砂利作ってるだけなのって、茶色い粘土で。それはな。だからさ、このお米粘土の入れ物の中がもう丸い粒でいっぱいなの。もうめっちゃいっぱいなの。ちょっとね、それは参加したくなかった。私いつもお母さんと喋ってんだけど。で、これまず一番下に透明入れます。今何も考えてないわな、入れますとか言っといて。あ、ちなみに、いつもちょっとあのリアルで動画アップできるようになるまでです。日付一応言っときますね。今日が、じゃないと私あのほら適当にいろいろ喋るからいつアップされるか分かんないのに会話が成り立たないと困るんで、今日ね、7月の10何日だよ今日、11木曜日の昼です。はい、動画そう空いてる時間に撮ってるんですけど、アップのさ、そのパソコン操作がさ大変だからさ。じゃあこれ一回向こうかし、あ、する、うん、してきます。はい、交換してきました。一層目透明です。そしてこれを剥がすなり、あ、この間のアルファベットの C が。えい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 、これもう一回透明入れます。これもう下剥がしていいのかな、まだかな、そのままにしよう。で、プール行きたいな。でもなんかあのさ、流れるプールとかさ、流れないような感じ嫌なんだよね。もうぎゅうぎゅう詰めって感じ。どっか穴場のプールないかな。あ、そうだ、何気に穴場なのあれなんだよね、学校のプール。そう、ここの市も中学校が開放してるの、あれ子供だけかな。隣の市は
別に子供じゃなくてもいいんだよね、確か。学校がさ、学校のプールをさ、ちょっと開放してくれるんだよね。でも私ここのね、家のそば、うん、ここの地元にね、すっごい大好きなプールがあるんですよ、昔から。子供の時から超好きなプール、あのヨットハーバーにあるプールなんですけど、マリーナにあるプール、マジ大好き。子供の時からほんと好き。ヤシの木立ってて、本当になんかもう海の上にあるプールみたいな。私泳げないんで、足つかないとこう、だから海は浮き輪使うと酔うし、プールがいいんですよ。そんなやつに泳ぐ資格がないですよね。これ何入れるんだっけ私。まあいいや、そんな高さ違いないべ。で、私この間初めてね、話はぶっ飛ぶんだけどさ、レジンでさ、黄色ってやつ買ったのよ。これ、また落ちちゃった。ここ重力すごいんだよね。マジで。これ、ダイソーのイエローってやつ買ったのよ。これ使いたいんだよね。この間ほら、セリアさんのさ、パープルにさ、ちょっとやられたじゃん。やられたのね。あ、パープルじゃない。パープルだと思って買ったら透明だったっていうね。あの大打撃。マジへこんだ。これイエロー、どんなんだろうけどさ、これ土入れたら見えないんだよね。どうしよう、なんか出したいな、ちょっと。別に周りについてもいいんだけど、この入れ方で色を見て。ちょっと待って、お前色薄くねえか。ちょっと待って、ちょっとここ出していい？ちょっと薄いな君。ちょっと薄いから、ほんのちょっと薄いな、これどうしよう。でも綺麗だね、レモン色。レモン色？ちょっとアクリルのダイソーさんのやつ足さして、全然箱目見えてなかった。あいつは気泡が欲しいと気泡できないね。気泡が欲しいね。気泡。多分気泡できた。雑に混ぜりゃいいのか。こんな感じ。どれぐらいいった？もうちょいいける。
皆さん100回動画見ていただいてありがとうございます。本当にアップしてその日に皆さん100回おめでとうコメントありがとうございます。嬉しかったです。100回勉強したんだよね私。そうだよね、何回までいけるのかな。これそうしたらさ、緑、これグリーンもちょっとどんな色かわかんないからやっぱ出す。どんなんだっけこれ。このままいけたら行きたい。いやーいやーいやー、ちょっと薄いな。緑あった。緑ダイソー3枚アクリル。あ、こういうグリーンなんだ。超綺麗なんだけど見て、めっちゃ綺麗じゃん。あ、これこのままでもいいかな。でもなんかちょっとブルーっぽいな。へえ、綺麗だねこの緑。なくなっちゃった。うん、いいんじゃない、多分これでいこう。どこに行こう。真ん中。このタピオカストロー絶対シリコンより見やすいんだけど、なかった。よしよし、おいで。これなんだっけ、あと水色だ。待って、その前にあれよ、もう細いストロー買ってきたやつ。何色使うかしら。これぶってかいで、私さ、イメージ的に細いのがいいんだけどさ、もうこれが限界っぽいんだよね。なんかなかった。絶対ぶっといんだけど。
か。そしてこの最初にできた四角入れます。あ、これは見えないな。横から確認ができない。いや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 、どこにいるんだろう。ということで、この子後だ。四角が足りないから。これで一回硬化してきまーす。ちょい長め。はい、硬化してきました。これ、外します。やばい、このパーツまで使えんじゃん。これ透明でいっぱい作っとこうかな。この間これ使って一回、まだその後何も使ってなかったんだよね、これ封入パーツ用の。かわいい。いいね。じゃあもう一個こっちの子登場。君ね、このね、ダイソーさんのね、このクリアブルー使いたいんだけど、多分薄いよね。またイメージ通りならこのまま行きたいんだけど、開けてね。あー、気持ち薄い。青。くれる。ダイソーの。あー、いけるかな。いや、いや、いや、どうだろう。ちょびっとだけ混ぜようかな。これ白入れたらさ、濁るよね。透明が欲しいから、いっか、これで。いいべ。
全然あの出来上がりがさ、これ分かんないじゃん、筒の中だから。ここでうまくいかないと入れた感じまた変わるからさ。アクリル使うなら最初から透明使えよって感じでしょ。いや、その色でいけるんなら行きたかったんだよ。この人はちょっとでかいけど、買っちゃったから使う。余ったらちびれ使おう。ああ、いいかもしれない。いいかもよ、いいかも。だから先にちょっとこれ何個か入れとこう。ちょっと待って、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 ストローやっぱり邪魔だ。あとだ、お前は。ごめんね、試作がないからさ、行き当たりばったりな作品ばっかりお見せして、失敗作までお見せして、なんとかっこ悪い動画なんだろう。あれでかっこつけてたらなんか気持ち悪くない？めっちゃプロってんの、なんか想像つかないんだけど。店の看板しょってたでいいのかな。まあいっか。やべ、アカウント私これ店やばかったかな。まあいっか。それでストロー入れるじゃん。これ入れるじゃん。これはちょっとね、上に何個か浮かしときたいんだよね。こっちはな、あ、いいんじゃないの、いいんじゃないの、君たちいいんじゃないの。はいはい、じゃあここでね、あれよ、この子は硬化するんだけど、なんでどこ行った、あった、じゃじゃじゃー、ダイソーにあったやつ、まだ余ってんだ、使わせて、マジ。あ、ちょっと待った、これさ、あの、なんだっけ、百均さんに売ってるこのスライスのレモン入れるの忘れちゃった。この中に一番下ぐらいに入れたかったんだけど、あと2個ぐらいとこうかな。3つ入れとく、全部で。で、私ちょっとこの間のケーキとか、あのこういうのとか、あのリアル系が私とりあえず好きなんですよ。だからなんつうんだろうな、ちょっと可愛い系にはしてないんですいません、うまく説明できないんですけど、あの例えばね、この間のケーキあるんじゃないですか、あれにストーンとか乗せるとか、可愛くな、綺麗、見た目綺麗なの分かるんですけど、ケーキに石乗っかってねえしみたいな。あの、な
なんてうまく説明できないんだけど、ちょっとリアルが好きなんですよ、何事もね。だからちょっともしケーキを真似していただけるんであれば、ストーンとか乗せても綺麗だと思います。まあ、私は近々ケーキをちょっと基本を学ぶ気でいるんで、あれは私は勝手に作って2回作って2回とも効果不良ってどういうことだよね。あ、それでさ、この今生クリーム使ったじゃないですか、これなんかどうやら調べてはないんですけど、誰かに言われたわけでもないんですけど、なんかちょっとそれっぽいのを情報を見た気がするんですよ。これ多分1日ぐらい置いとくと固まるらしいっす。以上です。私はちょっと動画を撮ってるので1日置けないので、レジンでこう加工しちゃいますけどね。確かで多分こっち系の手芸やってる人だったらそうすぐ分かると思うんですけど、24時間放置みたいな。まあ実験してもいいんですけど、ここに置いといて今度の動画で上げてもいいんですけど、別にこうあんまりレジン関係ないのかなと。私はレジンで加工しちゃった方が早い早いって言っちゃった、早いので、これをあんまりパーツにしようとも思ってないので、つうかごめん、ピンセットがちょっと見当たんない。自分の指で置けるかな、ぶっとい指ですいません。はい、できた。じゃあこれで一回硬化してきます。はい、硬化してきました。これで取っちゃってもいいんですけど、この白が固まってはないんですよ。そのだから24時間置かないといけないらしくて、つくんですよね。なんでちょっとレジン上から入れますね、少しです。また後で綺麗に加工するんで、多分今ね完成は私にもよく分かってないんですよね。でついでにこっちも、これ全然わかんねえや、どうなってんだか。やっぱあれなんかな、試作ってやるのかな。前から言ってるよね、ごめんね、試作やるんだったら多分もうそれで足終わっちゃうよ。1回で2回目やろうとか、そうないだから時間ないから無理時間ないのは理由にするな。はい、わかりました。これでヒートに刺しちゃいます。どこに刺そう、これあとで穴開けた方がいいかな、こっちは。そうだよね、深さないもんね、バカでした。はい、こっちのね、でも2つはね、白いのがまだ固まってないから、端っこになったら刺さるのよ。よし、じゃあこれで一回硬化してきます。はい、硬化しました。なのでまず私はセスター下、お米粘土取ってなかった。お米粘土ってさ固まんないのね、全然柔らかいんだけど、これまた使えんじゃん。入れ物入れとこう。
砂利でも作るか。へえ、全然固まんない。柔らかい、面白い。粘土細工に走ろうかな。走んないですけどね。これでさ、みんななんか作るんでしょ。バラとかしか作れないんだけど。なんか長男が保育園の時にさ、あのなんだっけ、焼くやつ、粘土みたいなやつで作って焼くやつ、あれをなんか親子で体験するとか言ってて、で親が一個、子供が一個作るんだけど、私本気でやっちゃって、周りの人に、あ、先生もそのプロの人もいたんだけど、あのあれなんて言ったっけ、陶芸じゃなくてなんだっけ、焼くの。あの経験者の方でいらっしゃいますかって言ったから、絶対違いますって言って、てえ子は、これちょっとみんな危ないから良い子は真似しないで。ハサミで切り込み入れて、この間みたいにくるくる回すのが一番安全だと思います。でも簡単に切れました。そしてこれがね、やりたかったの、あのね、これで切り込み入れるとね、この間あれも結構きつかったんですよ。硬いから、これ切り込み入れるとね、なんかどうやらパッカンって開くらしいんですよ。それがどうしてもやりたかったんですよ。怖い、ごめんね、なんか危なっかしくて見てらんなくて。大丈夫、あのいくらの動画をカットしない私でも、あの流血騒ぎになったら、あのカットしますから。アップしたら怒られる。これちょっと買ったんどこに入れた、ほら、そうするとね、これね、パッカーンってパッカーンって開くの、そうらしいの。あ、やっぱ白固まってなかったな、上白レジンでやるべきだったよ。ちょっと焼きなさいよ、ちゃんと。これ上をね、白レジンで本当はやろうとしたんですよ。生クリームが余ってたから使っただけなの。お米粘土は綺麗に取れる。皆さんお酒飲まれます？私飲まないんですよ。付き合いでまあ飲むとき飲むんですけど、家でとか全然飲まないし、好き好んで飲まないな。一時期は飲んでたけどね。こいつ怖えじゃねえか、そしたらもっと。独身時代かな、飲んでたの。仕事終わると必ず、あの横須賀にあのドブ板っていうところがあるんですね、あのベースのそばなんですけど、だから日本人が入れないとこもあるんですけど、私は日本人が入れるところに入ってたんで、そこのドブ板のバーで必ず飲んで帰ってたんですよね。独身時代ですよ、まだ長男もいなかった。絶対行ってたな、毎日行ってたな、仕事終わって必ず。でもバーだから、あのあれなんですよ、酔っ払うとかってあんまりバーでやっちゃいけないですよ。私もちょっとバーテンやってたんで、バーテンダーを、まあいいんですけど別にね、そんな固い決まりはないんですけど、なんか原原あのまあちょっと裏のバーのこだわってる人たちの決まりで、バーではまず酔ってはいけないみたいな、そういう飲み方をするんじゃないみたいな。
まあね、そんな硬いことはね、まあ酒飲む場所だからさ、ないけどさ。だからそんなにガンガン飲むってことはないですよ。仕事が終わってだいたい2、3杯かな、飲んで帰るみたいな。で、私社員だったんでバイトの子連れてってあげたりとか。いやー、楽しかったね、あれはあれで。なんか働いてる、例えばね、デニーズで働いてたことあるんですけど、と、そうするとデニーズ行きたくなりません？他の。だ、例えば私もその時バーテンダーを、アミューズメントパークでバーをやったんですけど、そのバー専門の店じゃなくて、アミューズメントの中にあるバーをやってたんですけど、そうすると他のバー行きたくなるんですよ。うまくは伝わるかな。例えばね、あ、でもどうなんだろうな、私ちょっと働いたことないけど、例えばセブンイレブンとかで働いてた場合、他のコンビニ行きたくなったりとか。いや、それはでも必要だ、コンビニはもう生活の一部だからな、それとは違うか。だからアミューズメントで働いてると他のアミューズメントに行きたくなるとか。視察じゃないんだけど、視察で行けって言われたら、それは仕事だからちょっと嫌なんだよね。わがままの子。皆さん、マジカッター気をつけてくださいね。皆様の絶対綺麗なお手手を怪我させないでくださいね。ただほら、勝ったのが、あの、今見ていただいて分かると思うんですけど、楽なんですよ。パッカーンがやりたかったの、どうしても。ごめんね、手つき危なくて、慣れてなくて。だって今初めてやってんだもん、私これ。あれかな、繁忙期終わったらちゃんとした動画にしようかな。マジ試作やって、動画もさ、あの、例えば今やってることとかをさ、早送りしたりさ、この今やってごらんじゃん。これは早送りした方が見やすいっしょ。ちょっとそれを学んだりとかさ、やってみようかね。やる気ないけど。それやる気あったらもうやってんだよね、多分。パソコンのね、仕事はね、まあね、やっぱりもう、ポップとか看板とか、看板はちょっとポップだな。ポップ作ったりとか、メニュー表作ったりとか、まあ副業の方でも、のポップはほとんど手書きがちょっと味が出てて、そっちはいいから手書きポップ作ったりとかしてるんですけど、お米粘土ね、塗りティッシュで綺麗に取れた。パソコンね、それぐらいなんだよね。あの、あんまりね、好きじゃないの。パソコンっていうか、事務ワークが私だ、あの、なんデスクワークがやってる人尊敬です、マジ。私デスクワークやってんとね、多分ね、3分ぐらいで発狂しそうになるんですよ。そう、でも某会社にいた時にね、書類とかさ、作んなきゃいけないじゃない。だってすぐベランダの真隣にいて、みんなベランダでタバコ吸ってたんですよ。なんか仲いい友達とかがタバコ吸いに私の後ろを通ってベランダに出ようとするとくっついてったからね。あ、でも発狂するな。あのね、すごいなと思う。一日あのデスクワークしてる方、尊敬しちゃう、マジで。すげえ、下平らになった。お米粘土すごいじゃん、神じゃん。私はあれ砂利作るもんだと思ってたからね、マジで。
それでこの黄色いやつビールなんですけど、まあ今更あれなんですけど、あの白がまだこれやっこいんですよ。やっこいってごめん、どこの言葉だろうね。私やっこいってよく使っちゃうんだけど。おいで、こいつはヒートにささなきゃいけないし、こいつどうしようかね。もう一回ちょっと白で整えて硬化してレジンで硬化しちゃおうかね。ね、どう思う？それがいいよ。そうだね。私ちょっと生ビール飲まないんで、そうそう、お酒はそうそう、バーでカクテルは飲んだけどね、生ビールがダメで、こう、あのすいませんお子様で、あの苦いんですよコーヒーも飲めないし、ね、あれ本当苦いの無理。なんで苦いのが美味しいとか、ちょっと本当マジ大人憧れちゃうもん。本当に言ってみたいよ、マジこの苦いのがうまいんだよとか絶対言えないんだけど。じゃあこの青は、あ、この緑からいこう。緑はこれもう一回周りきれいにレジン塗って硬化してくる。で青は穴開けてヒートン刺して、で周りきれいにして硬化してくる。でこいつに関してはこれで一回軽く固めてレジン塗ってヒートン刺してくる。 OK? OK。 じゃあ行ってきます。はい、出来上がりました。まあまあうまくいったからサムネ撮ってた先に動画撮るよって感じだよね。じゃあ一個っつね、いきます。そう、これがサイダー、ソーダ、なんつうの、その辺の違いわかんないけど、もうちょい薄い水入れてもよかったかなって感じ。せっかく氷入れてるんだけどあんまり目立たなくなっちゃった。肉眼だと全然見えるんですけどね、動画通すとわかんないと思う。スライス入れて氷が入ってます。はい、サイダー、ソーダ、サイダー、何が違うの、サイダーとソーダって。はい、一個ね。でちょっとこちら苦戦したっつっても生クリーム使ったのがいけないんですよ私。あれ白レジンの方がいいと思う。クリームソーダです。これも中に氷が入ってて、でこれからいい感じに気泡入ってくれてるんですよ。なんかほら炭酸っぽくね、炭酸っぽいでしょ、ぽいね。はい、クラフトアレンジさんのいいとこは出てきましたよ。ということでこれも氷が入ってるんですけど、でまあこれはでもメロンソーダはこの色だろうっていう感じなんで後悔はありません。で、上にスライスは乗ってるかかな。ほんと、桜もなんでね。桜もはちょっと持ってない。この上で生クリーム使ったんですけど、レジンでカチコチに硬化してあるんで、大丈夫です。はい、クリームソーダ。いい感じの炭酸が、泡が入ってくれました。で、これ下はなんで透明入れてるかっていうのは多分お分かりだと思うんですけど、グラスを表しているので、下に透明を入れて、わざと入れてます。です。満タンまで入ってる感じ。ですね。でサイダーに関してはちょっとあの下はグラスっぽいん で上これちょっとあの氷沈んじゃったんでもうちょっと氷をこの辺に浮かしたかったんだけど沈んじゃったんで、もうちょっとここに氷を浮かすか、もう少し透明レジンをちゃんときっちり入れてグラス感を出した方が良かったです。ちょっとこれなんか中途半端になっちゃいました、飲み物が。まあ下に透明が入ってるから、まあグラスかなってわかる感じ。でもこれもし、あの、真似する人いねえか。まあいいか。やるんであれば。上ちゃんと平らに透明入れて、グラス管をせっかく下で出てるから、上までグラス管を出した方がいいかと思います。違うな。私今日カッターでペリペリがやりたかったの。これ倒した方がわかりやすい？まあいいや。ほら、いい感じでしょ、あのクリームソーダの泡感が。これぐらいの角度がいいんだけど、まあいいや。次ビールで、ビールに関してはすみません、生飲まないんで色がわからない。多分こんななんだろうなっていう色でやりました。違う？ごめんね、生飲まないからわかんないんだよ。
はい。で、泡はわざとこぼしてみまして、いや見たことあるよ、生ビールあるけどさ、その色じっくり見たことないから、自分飲まないし。これもグラス缶出してるんですけど、上は泡がもうほんとこぼれるって感じで、ね、8対2の割合が本当はいいらしいんですけどね。バーテンやってた頃はできたんで、バーテンダーの時はできたんで、今できないんだよ。レジンではな。これも下グラス缶出してるけど、これは泡を満タン入れてこぼれる感じが良かったんで、グラスは特に下だけですね。気にしたのは。まあ、てな感じですよ。ちょっと生ビールに関してはね、マジごめん。飲んでくる。飲まないけど。苦いんだもん。じゃあ、以上、こんな感じでした、今日は。なんか最近食べ物系が多い?そんなことないよ。お子様はね、やっぱこういうミニチュア系喜んでいただけるんでね。で、今回はちょっとストラップにしてみました。これちょっとピアスは微妙だろうと思って。はい。私的には氷があれ使えるなって思いましたね。パーツで透明でいくつか作っといてもいいかなって思いました。ダイソーさんのミニシリコン氷、あれもう氷にしか使わないだろう私みたいな感じでした。はい、今日も見ていただいてありがとうございます。またねー、バイバーイ。よっしゃー、ご飯食べよう。